ッスン2。みんなタンタタンタはできたかな。じゃあ次に行こう。タンタタンタができた君はタタリコタコタコ、タタリコタコタコ覚えよう。やるよ。タンタタンタからのタタリコタコタコいきなり変わるよ。タタリコタコタコ聞かせてください最初。タタリコタコタコをやるよ。はい。言いながらやるよ。はい。タタリコタコタコ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 タタリコタコタ。やったよ。超投げたじゃん。たたたりこたこたこで8拍あるんで、そのうちの必ず右手から入るんで、まず2打目の左が強いで、りこたこたこだから2拍目7拍目2打目7打目が強くなると。で、2打目は左手、7打目は右手っていうことになります。これ紙に書いてた方がよかったよ。やるよ。はい、ゆっくりやるよ。はい。はい。じゃあタンタタンタから流れ、なんでタンタタンタが必要かっていうのがここからわかると思うんで、まずタンタタンタが均等になって、途中からタタリコタコタコになります。お願いします。やるよ。はい、見てもらった通り、タンタタンタのリズム、この一定のリズムに強いところが2箇所入る。たったこれだけ。リズムは変わらない、ただ強く打つだけ。でもこれが難しい。なのでこの教材ビデオ見てもらって、一生懸命練習してください。で、これが上級者になると、ダン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 ダカダンダカダンカラ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 ドンカラドンカカドンカカドンカカダン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 ダカダンダン。じゃあまずここまで一生懸命練習しましょう。また次回お楽しみに。さようなら。